外国から輸入され、税関で差し止めとなった偽ブランド品が公開されました。税関は今月11日まで取り締まりの強化期間としています。バッグや財布、時計、靴など清水港の税関支所に並べられたおよそ500点の商品。よく見るブランド品のようですが、これらはすべて偽物です。 静岡を含む東海4県と長野県を管轄する名古屋税関では去年1年間でおよそ11万点の偽ブランド品などの輸入を水際で防いでいます中には去年開催された東京オリンピックの金メダルもありましたこうしたブランド品などの知的財産を守るために清水税関支所では今月11日まで取り締まりの強化期間としています 健康とか安全に被害を来たりする場合がありますのでそういったところには特に気をつけて商品を選んでいただきたいと思います税関ではネットショッピングなど実物が見られない場合には偽物に特に注意してほしいと呼びかけています